寺島しのぶと、キング&プリンスの岩井ゆうたが MC を、務める特番密会レストラン、NHK 総合、が5月5日日曜日を11時から放送されることが分かった。寺島がひっそりと営むレストランで、大人たちが愛と恋についてのトークする同番組。来店するゲストたちはこの店に来たら、恥ずかしがらずに恋の話を楽しむというルのもと、過去の恋愛などについて赤裸々に語り合う。岸は寺島を手伝いながら愛について学んでいく。ギャルソンとして登場する。同番組で初の MC を務める岸はマダム寺島さんはじめ、皆様にフォローいただき楽しくできましたとコメントした。出演するゲストが多彩すぎる。寺島と岸を取り囲むのは稲川淳二、沢誉、菅志香、武井壮、千原ジュニア、土屋アンナ、夏木マリ、マスコチョク、ジュン、ドハツテン、ミツ、マングローブ、吉村スー、ヘイ、セイノブシコブシ、とジャンルも様々なゲスト、たち。番組では、まずは出演者それぞれの恋愛遍歴ラブヒスト、Dを紹介し、全員の秘密の一面を探って、く。土屋からは自身の経験を交えた上手な別れ方の解説が飛び出し、千原ジュニアはマスコミに追いかけられる恋の苦労を語る。さらに沢が夢と愛の間で揺れた過去を明かすなど、今までとは違った芸能人のその人生を浮かび上がらせる。ツイートするシェアする愛の表現の幅は印象的でした。密会レストラン店主という設定の寺島は、今回は活躍するジャンルが全く違う人たちが集まり、画面を見ているだけでも面白いと思いますと番組をアピール。レストラン特製の密会部屋で夏木とラブトークを繰り広げる場面もあり、恋愛は生ものだから自分の経験を含め素で話さなきゃつまらない、お互いの素が見えてとても楽しかったですと自身の経験も明かしたそうだ。そんな寺島のアシスタントを務めた岸は、 MC は人生初で緊張しましたが、マダム寺島さんはじめ皆様にフォローいただき楽しくできましたとコメントし、そして印象的なゲストとして恋愛偏差値が低かったという若き日の失恋を告白した菅志香を挙げ、菅志香さんの男の生き方、愛の表現の幅は印象的でした。すべてが勉強になりましたと元気よく語った。